はい、どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、GoPro 用のウェアラブルジンバル、こちらでございます。フェイユーテックさんの新商品なんですけど、ウェアラブルジンバル2ってなってますね。1もあんのかな。今までね、紹介した、ブラシレスジンバル、電動のジンバルって、GoPro があったら棒状のものがついてる、で持って歩くっていうタイプだったんですけど、今回のこのウェアラブルジンバルっていうのは、一応身につけることもできるジンバルっていう風になってるみたいです。見た感じ、本当にちょっとこれ体つけられんのっていう感じはするんですけど、どういう構造になってるのかまだ分かんないんでね、早速中身を見てみようと思います。箱自体はそんな大きくないですよね。このままいくのかな。はい、こんにちは。はい、説明書が立派、保証書とね、説明書がこう立派な封筒に、ちょっとかっちり封筒に入ってます。 Hello がついてますね。はい、おう、こんなん入れ物が、入れ物付きなんだな。はい、こんだけしか入ってないです。さあ、じゃあこうポーチというかね、こうね、引っ掛けられるようになってますね。じゃあもう一度、こんにちは。おお、こんな風に入ってんだ。おお、ほう、これ GoPro 固定用のね、アダプターというか、固定金具ね、それから本体と USB とシリカゲルが入ってます。はい、じゃあ早速ね、本体なんですけども、これは面白いな。ここね、こうモーターで、ここ当たってるんですけど、モーターで、どうなってんだよこれ。よくわかんねえ。ここにね、三脚穴ついてますね。で、裏にも三脚穴ついてます。だから、三脚穴を使い方っていうのができるわけですね。なるほどね。で、どう使うんだろうな、これ。ここにね、ここがダイヤルになってるんですよ。おお。ダイヤルを緩めて、なるほど、そういうことか。これ固定してあるだけだ。これ固定用のプラスチックの押さえですね。なるほどね。こんな感じですよ、こんな感じ。この回転、こっちの回転、この回転、ちょっと高さがね、上にしないとダメだな。こっちの回転、それからこの回転ですね。なるほど。じゃあちょっと早速 GoPro つけてみましょうか。これ多分ね、セッションつけるやつだな。セッション、手で持つタイプのジンバルでもそうだったんですけど、この GoPro Hero 5っていうのステレオマイクになってて、でステレオマイクが、マイクの片側がここのね、ジンバルに当たるんですよね。当たるというか、こう固定したところにスピーカーの穴が来ちゃうんで、モノラルにしないとこのね、ノイズ拾っちゃうんですよね。ちょっと後でやってみますけど、まずはちょっと固定をね、はい、固定しました。そういえばなんですけど、これのなんだ、バッテリーはもうね、内蔵式充電バッテリー内蔵タイプになります。だから電池の交換をするっていうタイプではないですね。でここが充電のね、 USB の穴になってますね。でなんとね、これ生活防水にしちゃパワフルというか、 IPX7ドボって水中に入れて5分は大丈夫っていう、防水規格というかね、に、適合しているみたいです。じゃあちょっとね、電源入れてみようと思うんですけど、おー斜めってる。プップップって言ってますね。これ多分ここね、調整式だ。ほらここでまずね、ちょっとね、バランス取ってあげなきゃダメみたいです。ということで、ついたんですけど、こんな感じです。こんな感じね。これ下当たるな。進行方向に対してこっち側右に傾くと、ちょっと下がね、当たっちゃう。このぐらい下げれば全然大丈夫なんですけど、前後は大丈夫だな。いいですね、
まあ、こうやってね耳近づけて聞いても静かなんですけど、実際ね録音すると、まあ撮影するとウィンウィンっていうね、あのうなり音みたいなノイズが入っちゃうんですよね。いや、まあやってみないとまだ分かんないですけどね。でですよ、さっきねこれ本体に三脚穴がついてるっていう話したんですけど、三脚穴がついてるっていうことはですよ、まあ例えばこういうねちっちゃい三脚、こういうちっちゃい三脚につける、つければこうね持って撮影することもできるんで、そうすると、まあ普通のね棒付きのブラシレスジンバルと何ら変わらない感じで手持ち撮影もできると。で例えばヘルメットなんかにあの両面テープでくっつけるタイプの三脚ネジをくっつければ、まあ確かにウェアラブルっていう使い方も、まあ、できそうですね。でまあ自分はですね、その、頭にくっつけるタイプっていうの持ってないんで、自分の頭に乗っけて固定してちょっと撮影してみようかなと思います。それから車のダッシュボードにつけてどうなるかっていうのもちょっとやってみましょうか。はい、せっかくなんでね、あのせっかくちっちゃいこのジンバルなんで GoPro をね、セッションに変えました。こっちの方がしっくりくるかなと。じゃあこれでちょっとねどんな感じなのか撮ってみようと思います。はい、1個忘れてましたけども、実はですねこのオプションのリモコンにも対応してるんですよ。まあ結局ね本体にあの操作ボタンっていうのがないので、こういうリモコンを使うことでこんな風にね、あの直接本体触らずに操作することもできると。まああった方が便利ですね。はい、ですね、車に固定するダッシュボードに固定した場合はこんな感じになります。まあね、あのそもそも車ってちゃんと固定してれば車の動きに合わせてねカメラも動くんで、基本的にねそんな揺れるもんじゃないんですよ。でただね、端からこの見てると、なんていうのかな、車がロールした時、傾いた時にちゃんと水平を保って撮ってるような感じですね。ただどうなのかな、むしろ細かい振動を逆に拾っちゃうんじゃないかなって気がしますね。だからジンバルがなければ振動に合わせてカメラも動くんですけど、ジンバルがあることでその振動をこうブニュンブニュンって吸収しようとして逆に揺れるみたいな、そんな現象が起きてるような気もするというか、そういう風に見受けられるんですけど、実際のところどうですかね。はい、ちょっとねあのダッシュボード反射しちゃって見づらいかもしれないんですけど、とりあえずダッシュボードだとこんな感じでした。さてじゃあ歩き撮りです。走ります。こんな感じですよ。あのね軽い、全然軽い、素晴らしく軽いです。これいいな、なんかこうやって三脚つければ持ちやすいしね、持って歩くにもいいですね。ただここまでしか行かない、ここで干渉します。こっちも途中で干渉します。そこが唯一弱点かな。まあウェアラブルって考えたらそれでいいのかもしれないですね。じゃあちょっと頭にくっつけてみようと思います。さあ、ウェアラブルね、頭にちょっと固定するものがないんで乗っけて押さえてますけど、どうでしょう。吸収できてんのかな。まあ歩いてみるとこんな感じっていうね、頭首振るとこんな感じっていう感じでした。さあということで、ウェアラブルジンバル非常にねコンパクトで、まあ、あの体に身につけなくても三脚、ちっちゃい三脚つけてね、手持ち撮影するのでもすっごい便利です。はい、ということで次回は今これを
撮影しているこっちを紹介しようと思います。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。